カーダールヤーノシュは、社会主義政権時代のハンガリーの政治家。実質的な最高指導者である、ハンガリー社会主義労働者党書記長を務めたほか、首相に2期在任した。カーダールのジョバンニというイタリア風のファーストネームは、出身地フィウメの法律による。カーダールの父は赴見を拒否し、母のボルバーラを援助することを拒否した。カーダールは、当時のオーストリア・ハンガリー帝国領フィウメで生まれた。6歳までは里親の下で暮らし、その後母親と再会し、14歳まで学校に通った。カーダールはタイプライター整備工として奉公に出て、17歳で労働組合の若手グループに参加し、1931年に非合法のハンガリー共産党に入党した。その後、不法な政治活動のため数回逮捕され、1933年には2年の実刑判決を受けた。第二次世界大戦時、ハンガリーはナチスドイツの同盟国であり、独ソ戦に参戦していた。カーダールはドイツに解体されたチェコスロバキアのレジスタンスと共に戦った。独ソ戦末期、ハンガリーは多くの東欧諸国と共にソビエト連邦軍に占領され、その圧力により社会主義政権が成立した。1946年、カーダールはハンガリー共産党の副書記長に選出された。1949年、カーダールはライク・ラースローの後任として内相となった。ライクは共産党指導者ラーコシ・マーチャーシュにより外相に任命されたが、この時カーダールはすでに見せ物裁判の主要な被告として秘密裏に選ばれていた。この裁判はソ連のスターリンにより始められた見せ物裁判に似せてハンガリーのラーコ氏が企てたものであった。ライク及び彼のスパイモはユーゴスラビア大統領のチトー元帥と共謀した過度で起訴され、そして処刑された。マキャベリ的陰謀の中、自身を見せ物裁判に巻き込むためにカーダールは内相に任命された。しかしながら捜査を担当するハンガリー国家保安局はラーコ氏から直接に命令されていた。1年後、カーダール自身が冤罪で見せ物裁判の生贄となり、そして終身刑を宣告された。1953年にナジムルが首相に任命され、続いてスターリンが死去した後、1954年にカーダールは釈放された。カーダールは重工業の盛んなブダペストの第13地区において党書記として活動するようにとの申し出を受け入れた。カーダールは労働組合に対しさらなる自由を要求する労働者の中で広範囲な支持を獲得したことですぐさま有名となった。ナジは自由化プロセスを開始し、新聞、出版への国家統制を廃止し、多くの政治犯を釈放した。ワルシャワ条約機構からハンガリーを脱退させたい旨も表明し、ナジは連立政権を樹立した。ソ連の指導者たちは、互いの尊重と対等な立場に基づいて、ハンガリーとの新しい関係を築くよう努力すると声明を出していたが、11月の初日にソ連共産党幹部会は、革命を力ずくでぶち壊すことを決定した。この間に、ハンガリー勤労者党は解党を決議し、ハンガリー社会主義労働者党の名前で党を再編した。カーダールは書記長に選出された。カーダールはまた国務省としてナジ政府の一員でもあった。11月1日にカーダールは在ブダペストソ連大使館に誘拐され、ソ連の指導者たちが待つモスクワに連れ去られた。そこで、ソ連の指導者たちは、ハンガリーでの反革命の展開は、何としても終結させなければならないとカーダールに信じさせようとしたのだった。カーダールは最初その圧力に抵抗し、ナジ政府は社会主義体制廃止を目論むものではないと主張した。カーダールがその圧力に屈したのは、ソ連指導者たちからソ連軍ハンガリー駐屯部隊をもって、革命を潰すという決定はすでに下されており、従来の共産主義指導体制がハンガリーに戻されるだろうと知らされた時だったのであり、カーダールには新政府首相の地位を引き受けるつもりはなかった。ソ連の戦車は革命を潰すため、11月4日の夜明けにブダペストに向かって動き出した。同日、カーダールを長とした、いわゆる臨時労農革命政府の樹立宣言がソルノクから放送された。カーダールは、この新政府のための15ポイントプログラムを宣言した。ハンガリー国家の独立、主権を確保する。人民民主主義、社会主義体制をあらゆる攻撃から擁護する。兄弟同胞の争いを終わらせ、秩序を回復する。完全対等及び不干渉を基礎として、他の社会主義諸国と緊密な兄弟関係を築く。政府の形態に関わりなく、すべての国々と平和のために協力する。ハンガリーすべての国民の生活水準を早急かつ十分に向上させる。生活水準におけるこの増加を考慮し、5カ年計画を修正する。労働者の利益のために密室政治を除去し、民主主義を広める。広められた民主主義を基礎に、工場及び企業においては、労働者による管理が行われねばならない。農業生産を発展させ、強制配給を撤廃し、そして、個々の農民に無償で資金援助をする。すでに存在する行政府及び革命評議会においては、民主的な選挙を保障する。職人及び小売業を支援する。ハンガリーの革新的伝統の精神にのっとり、ハンガリー文化を発展させる。人民の利益を代行するハンガリー革命労農政府は、我が国民が悪意ある反動勢力を打ち砕き、ハンガリーに秩序と平静を回復することを支援するよう、赤軍に要請する。危機が去った後、ハンガリーから部隊を撤退させることについて、ワルシャワ条約機構軍と交渉する。カーダールはまた、敵対しない者は誰もが我らと共にあり、普通の人々は、弾圧はもとより監視さえも恐れる必要なく、その経済活動を続け、演説し、読み、書くための正当な自由を得ると付言した。これは、自らに従わない者は全て敵とみなした、スターリン主義独裁者ラーコ氏による支配とは、特筆すべき対象を成した。15番目のポイントは、20万の強力なソ連文献隊がハンガリーに駐屯するという、ワルシャワ条約由来の圧力の後に撤回された。この進展により、カーダールは巨額の防衛基金を福祉に転用することができた。ナジは、ルカーチジェルジ、ロションツィゲーザ、ライクラースローミボージンユリアを伴い、ユーゴスラビア大使館に逃れた。カーダールは彼らからの求めに対して安全な帰還を約束したが、ソ連の党指導者たちが、ユーゴスラビア大使館で亡命を求めたナジームレ及び他の政府要員はルーマニアへ追放することにしたため、この約束は果たされなかった。後に、1956年の出来事におけるナジームレ、政府の責任について裁判が起こされた。これはたびたび延期されたが、最終的に被告は、反逆並びに民主国家の秩序の転覆の企てで有罪とされた。ナジームレ、マレーテル・パール、そして、ギメッシュ・ミクローシュは死刑判決を受け、1958年6月16日に処刑された。ロションツィゲーザとシュゲシ・アッティラの二人は裁判途中に不審な状況下で獄死した。ソ連の影響を強く受けはしたが、カーダールはソ連に反する政策を実行し、政治犯の釈放やローマ教皇庁との和解を進め、秘密警察のハンガリー国家保衛庁も廃止するなど、東側社会主義国の中では、比較的穏健な統治を行った。1966年には、ニエルシュレジエ・ショキラによって、新経済メカニズムが導入され、市場経済の一部導入などを進めた。同年11月には、国民議会選挙の候補者を複数候補制にするなどの政治改革も進められた。これらの改革によって、ハンガリー経済は発展し、国民の所得も増加した。また、1968年のワルシャワ条約機構軍によるプラハの春弾圧のためのチェコスロバキア侵入の際には最後まで反対し、チェコスロバキア共産党のアレクサンドル・ドプチェク第一書記と会談を行うなど、軍事介入回避に努めた。結局、最後はソ連のレオニード・ブレジネフ書記長に、ヤーノシュ、本の小部隊を送るだけで全てを達成できるのだよと説得され、これに応じざるを得なかった。1973年にソ連のブレジネフ政権の圧力によってハンガリー改革は後退を余儀なくされた。経済に対する東中央の統制が強められ、1974年には改革を主導していたニエルシュらも解任、左遷された。しかし、その処遇はプラハの春後に改革派党員を除名したチェコスロバキア共産党のグスタフ・フサーク第一書記の正常化に比べれば穏やかなものであった。また、新経済メカニズムも完全には廃止されず、1970年代後半の第二次石油危機以降は再び改革が進められるようになり、社会主義市場経済が目指されるようになった。経済改革は比較的高い生活水準を生み出し、ハンガリーは冷戦中は東ヨーロッパで最も住みよい地の一つだった。1990年代に資本主義経済への転換過程で引き起こされた生活水準の劇的な低下のために多くのハンガリー人がカーダール時代に郷愁を覚えている。この郷愁が、元ハンガリー社会主義労働者党改革派の政治家ホルン、ジュラ元外相の首相選出という形で現れた。カーダール時代には観光旅行が劇的に増加し、カナダやアメリカ、西ヨーロッパから多くの観光客が訪れ、多額の資金をハンガリーにもたらした。ハンガリーは欧米先進諸国と強い関係を築き、そして多くの外国人研究家が訪れた。視察するカーダール、1984年1978年には、ハンガリー王の生還及び放棄がアメリカより首都ブダペストに返還された。ハンガリーから西側への旅行も他の東側諸国に比べると比較的自由であり、1980年には380万人が西側へ旅行している。検閲も比較的緩やかであり、閣僚の指名は形式的ながら、党の中央委員会政治局の決定だけでなく、大衆組織、愛国人民戦線と協議をして決定するなどの改革が行われた。1982年には国際通貨基金に加盟し、経済への市場原理の導入の徹底、個人企業の設立自由化、国営企業の党からの自立など、経済の自由化が進んだ。政治的にも1983年には再び議会選挙が複数候補制となり、1985年には社会主義労働者党の党員以外からも国会議員に当選する者が出るようになった。カーダールは国際レーニン平和賞を受賞した。カーダールはまた1964年4月3日にソ連邦英雄の称号を授与された。カーダールは政治、経済の改革を進める一方でソ連との友好維持にも努め、ソ連に付け入る隙を与えなかった。カーダールは1988年までハンガリーの権力の座にあったが、経済改革の際に過度な投資を行ったことが対外債務の増加を生み、1980年代後半に入るとハンガリー経済は悪化するようになった。高齢になったカーダールは保守化し、これ以上の改革に否定的になった。1987年、カーダールとハンガリー社会主義労働者党保守派は、経済改革で誕生した富裕層に所得税や財産税などをかけようとしたが、これは国民の猛反発を受け、同年秋の国民議会では政府が提出した増税案が否決された。政府法案が議会に否決されるという社会主義体制下では、今まで起こり得なかった事態が発生したのである。これによってカーダールと保守派は信頼を失い、1988年5月の党大会で書記長辞任に追い込まれた。カーダールの後継には穏健改革派のグロース・カーロイ首相が書記長となった。グロースはカーダール路線の継続に努め、一党独裁体制の枠内で党内民主化、党と国家の分離を行って、改革を進めようとした。カーダールは党総裁という儀礼的な地位に就任した。カーダールの墓だが同じく1988年の党大会で政治局に復帰したニエル・シュレジエや新たに政治局入りしたネーメト、ミクローシュ、ポジュガイ・イムレ愛国人民戦線書記長らの急進改革派は民主化を推進し、社会主義体制を解体し始めた。1989年6月には、ニエル・シュレジエが新たに創設された党の最高指導職である政治執行委員会幹部会議長の座につき、グロースは事実上失脚した。老齢のカーダールは、その直前の1989年5月に病気を理由に党総裁の職を解かれて政治から完全に排除され、その後間もなく77歳で、その生涯を閉じた。カーダールはソ連の後ろ盾で1956年の改革を弾圧して権力者となり、また晩年は保守化したものの、妥協と中道の政治家として改革を行った。その姿勢は、東欧革命による社会主義政権崩壊で処刑された、ルーマニアのニコラエ・チャウシェスク、実刑判決を受けた、ブルガリアのトドル・ジフコフ、国外逃亡した、東ドイツのエーリッヒ・ホーネッカーといった他の、中東欧の共産主義国の指導者たちに比べれば、高く評価された。改革派主導の党幹部会も、カーダール死去時の追悼声明で、フルシチョフ失脚後もソ連共産党第20回大会の理念を支持し続けたと称えている。日本では、次著、ヤーノシュ・カダル、新しいハンガリーへの道と、評伝、カーダール・ヤーノシュ伝、現代ハンガリー史の証人が、公文社から刊行されている。ありがとうございます。